皆様、こんにちは。経営者を帝王にする専門家、経営軍師の福中介と申します。今日はこの動画を見てくださりまして、本当にありがとうございます。この動画では、私がしている仕事への思いと、どんな仕事をしているのかという解説の動画になります。皆様の人生の貴重なお時間をですね、少しだけ僕にいただいてもいいでしょうか。お願いします。僕の仕事は、 帝王学という学問を使った経営コンサルト、養成講座、この二つをさせていただいております。さあ皆さん、帝王と聞いてどんなイメージをしますかなんかすごく強そうで、なんか支配するような、そんな強い存在でしょうか僕は最初はイメージしたのは、あ、帝王ローランドか、という。夜の帝王ですね、彼ね。ホスト界の帝王というふうに言われておりますけれども、 実は僕もですね、あの、銀座で夜の帝王というふうに呼ばれておりまして。あ、銀座に飲みに行ってた人というわけじゃないですね。あの、約10年間ですね、あの、東京の銀座というところでキャバクラの経営をずっとしておりました。そこでですね、あの、私この学問を学び、そして経営に導入をして様々な実績を出していったんですけれども、帝王学について少し解説をさせてください。 こちらですね。帝王学とは2500年間ずっと受け継がれてきた王様が真の王になるために学ぶための学問です。どういった人たちが今学んでいるかというと、一番代表的で有名なのは天皇家は必ず帝王学を学ぶそうです。他にもあのソフトバンクの孫正義さんがですね、あの一流の企業の社長さんだったり、 あとは、先祖代々、あの、勇者正しいようなお家柄だと、結構当たり前に帝王学ということを学んでいるそうです。ただ、当時は王様でしか知ることすらも許されない、かなり、あの、表には公開されない学問だったというふうに聞いております。私もですね、ご縁あって、あの、知り合いの社長さんにですね、福地さん、帝王になりたいというお誘いをいただきまして、 もうぜひなりたいですということで、あの、この学問、ドアを叩いたのが、今から約5年前ほどになるでしょうか。学び始めて2年で、あの、恐ろしいほど実績が出ました。当時はキャバクラの事業しかしていなかったスタートが、最終的には、あの、美容業、エステサロンだったりとか、5つの仕事を展開することができまして、うん、そこそこの仕事の成果ということは出すことができたんですけれども、ただまだまだ僕は学びが当時、 浅かったです。低学の真髄というよりかはまだまだ表面的なことしか当時の僕はキャッチアップできなかったです。当時ど、どんな悩みを抱えていたかというと、あの、まあ、学ぶ前ですね。まあの、とにかく人材教育に悩んでいました。本当人が育たないなっていうのを、まあ、部下のせいにしてましたね。まあ、そういった時に、まあ、人のせいにする、物事にせいにするって楽なんですけれども、 ただやはりそういった多軸の考え方って経営者としては三流だと思っています。なので僕、全然三流の経営者だったんですね。そして天国を学んで、まあそこそこの成果を出してきたんですけれども、やはりまだまだ本質が見えていませんでした。今から約3年前ですけども、妻が病気、癌になりました。その時に気づいたんですね。 何のために頑張っていたんだろう、まあ、僕が仕事を頑張っている源泉というのは家族を幸せにしたいためにお金を稼ぐ。まあまあ当たり前な価値観を持ってたんですけれども、またそのために仕事をすることが家族を思うことだ。まあ、僕はそういうふうな解釈をしていましたが、家族から全く逆の景色を見ていました。朝から朝まで働くライフスタイルというのは家族を完全におだなりにした生活をしていたんですね。 妻の病気をきっかけに自分の本当に大事なものということをしっかり見つめ直すことができまして、新しく自分の理念としては、家族ファースト。家族を一番大事にしたいのであれば、それが先の未来にあるのでなく、今この瞬間を大事にするという、過去でも未来でもない今を大事にするという考え方を一番重要視することを決めました。なので全ての事業、 これは手放す形になりました。当然うまく手放すこともできなかったので、あのいろんなトラブルもありましたし、人はいなくなって、まあ、お金もいっぱい借金も背負いましたが、そのおかげで、いろんなものを失った代償はありましたけれども、一番大事にしていた家族との関係というのは、まあ、少し良くなったかもしれないです。今も妻はありがたいことに存命をして、まあ、喧嘩はしますけれども、 家族と変わる時間を持ちながら、子供の成長を見ながら生きております。どちらが生きてるかいがあるかなといったときには、今の方が心はすごく充実しています。そんなおかげで、改めて、今この仕事を、低音楽ということをね、あの、仕事にさせていただいてるんですけれども、新しい理念ができました。自分の使命を見つけることができました。 それがこれです。100年後の子供たちに誇れる日本を作るです。今まで僕は自分の家族さえ良ければいい。自分の会社さえ良ければいいと思っていました。もう従業員のことも家族のように愛していたし、当時はいろんな事業所を含めて5つの事業がありましたから約100名ほどの ね、従業員スタッフがいて、まあまあそこそこの人数のね、組織を統括していましたけども、そこのメンバーさえ良ければいいと思っていました。なので、自分のことをまあまあおざなりにしていましたね。自己犠牲の美学というのを自分の中では当時持っていました。これって、あの、決して悪いことではないんですね。悪いことではないと思うんですけれども、エネルギーの使い方が、やはり自分を犠牲にして、 自分を削っている状態。わかりやすく言うと、あの、アンパンマンが、あの、アンパンマンの顔を上げたら弱ってしまうじゃないですか。あんな状態をずっとやっていたんですね。なので、ベストパフォーマンスを常に出せるかと言ったら、やはりなかなかそうではないし、そんな背中を見ている自分の子供って何を感じてたのかな、と思うと、憧れる背中ではなかったと思うんですね。僕は、 子供が早く大人になりたいと憧れるような背中って何だろうなと思ったときに今を生きる主役の我々が生き生きと楽しく自己実現する人生を生きることだと思っています。帝王学では自己実現をするあり方の学問です。王様が王となるためには民を魅了で惚れさせてそして無条件で人を動かしてそして民に全てに良しを作っていく。 その結果、自分のやりたいことをすべて全取りして叶えてしまうという。帝王は自分の理想をすべて叶える存在なんですね。そしてそれはただ人から何か搾取するではなく、民の夢を叶える。そのために、まず自分から満たしていこう。そんな学問の考え方になります。僕はこの考え方ですごくキュンとね、あの、なったところがありまして、それが何かというと、こちらです。 英語学の極意、五徳です。僕はこれを知ったときに衝撃を受けました。僕はですね、いろんなハウトゥー、やり方って勉強するのを好きだったんですね。もうとにかくいろんなやり方を知って経営にどういうあの応用していきたかったんですけれども、ただ、なぜかやり方をいっぱい勉強してもなかなか行動できないんですよね。頭では分かっていてもやれなかったり。 なんかそのまま仕事の成果が結瞬間的にはなっても持続しなかったり、まあそんな体験がありました。帝王学とはあり方の学問です。王様のあり方の学問です。どうでしょう王様のあり方って何だと思いますか王様というのはやはり器の大きい存在です。どうでしょう器って目に見えますか 見えないですよね。でも確実に器の大きい人のオーラや影響力って感じたことはありませんかね何か圧倒されるような、あ、この人とんでもない一流の人だ、大物だって言った時に。僕はあの、孫さんの講演とかも見に行ったことありますけれども、孫正義さんがね、ステージ立つだけでもう圧倒されるようなそんなエネルギーを感じて、孫さんの器の大きさに、もう、んでしょうね、魂が震えたという体験がありました。 まあ、まさに低枠をね、学んで、そして体現されてらっしゃる人だなと感じるんですけれども、低枠というのはこの目に見えない、けれども確実に存在している器を磨く学問です。この器の大きさにしか物は入らないです。入るものというのはお金や人脈、愛情、チャンスです。これら有形のものは目に見えない無形の 器に入っていきます。なので、器の小さ器のサイズが小さいと、当然そのサイズにしか入ってこないし、大きくなればなるほど、恐ろしいほど大きなお金を回していく。なので、この目には見えないけども、確実に存在する器をどのように鍛えるんだ。これが、低王学の極意。ご徳なんですね。少しわかりやすく表現をすると、低王になるためには、ご徳という国語理科、社会、数学といったね、 まあそういった、まあ、各、各教科を勉強していくと。そして、ちゃんとそれを体得すると、帝王としての器がどん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 大きくなりますよ、という。もう、めちゃくちゃ僕はですね、まあ、胸も痛かったです。あ、なんて自分は小さい器の中で、その器の中にいっぱいいろんなもの,のやり方詰めてたのんだ。まあ、当然、あの、器が小さいですから、あの、スーパーの野菜詰め放題みたいなのありますよね。 あれ状態です。もういっぱいキュウリ詰めてるけども、袋がもう溢れ出して結局何個入れても何かはみ出すみたいな、あんな状態なんですね。なら袋を大きすればいいじゃないかと。まあ、そんな考え方が、帝王の器を磨くという考え方です。でもこれってやっぱり目に見えないから、実際大きくなっているのか、なっていないのか、これもわからないですよね。ただ、確実に存在しているし、この五徳と,というのは、 低学の原理原則の基本のお作法です。ね。そしてこの基本であり、極意であるという理由は、何度も何度もこの基礎を固めることによって、魅力に、自分の器に、影響力に、限界がないんです。この低学というものを身につけていくことによって、自分の目に見えない器を大きくしていき、そして自己実現をする。そしてその自分の器を溢れさせて、魅力やエネルギー、オーラとなって、 そして他者に振りまいていく。これが本当の美しになってきたり、義務だったりすると思うんですね。自分が満たされていない状態で他者を満たす。これはやはり、当時の僕で言うと自己犠牲、アンパンマン理論になってしまいます。さあ、少し話が長くなりましたが、帝王学の極意、ごとくというものをですね、体系的に私は学ぶ道場を作らせていただきました。それがこちらです。 ごとく、帝王道場。ここでは、ごとくを磨き、そしてお互いに鍛錬をし合う、魂の磨き合いをする場所です。どうでしょう自分の可能性ってどのぐらい許可を与えられますか目には見えないけども、確実に存在するという器をどれだけ信じられますかできる、できないの世界でいうと、できるという解釈は、思考が捉えている、 過去に今まで生きてきた分の失敗した、成功したという、まあ、バックアップに過ぎないです。当然今までできたことはやれると自信を持っているでしょうし、やったことないことは不安になると思うんですね。でも不安になって当然だと思うんですよ。まだまだやったことない、手に入れたことがないものを手に入れるときって心が不安になってしまう。でもそれって 不安がブレーキになってしまうと、せっかくこれやりたいんだというアクセルを踏んでも、ブレーキ、アクセルとブレーキ同時踏み状態の車とイメージしてください。もうエンジンメーター、わーって上がってきますよね。なので、なんでこんな頑張ってるのに、こんな前進まないんだ、でもエンジンはすごく上がっている、なんかすごく疲れる。あ、いやいや、ブレーキ踏んでますよっていう状態です。でもこのブレーキすらも踏んでることに気づかない。 これが不安だったり恐れだったりします。ただ自分のその不安のブレーキというのを解放してアクセル全開になった時に恐ろしいほど推進力がいくんです。自分の影響力、自分を支配する帝用になることによって思考も心もそして肉体も全て真空に整えるから軸が整うんですね。例えば、あの心がワクワクしている状態って勝手に前に進めませんかだってワクワクときめいちゃっているから。 あの、遠足の前理論です。遠足の前日でもワクワクして寝れなくて、あのもう遠足行く前にも遠足行ったぐらいで楽しんでるじゃないですか。で、なんか翌日熱出したなんてこともね、たまにあったりしますけれども。ワクワクってエネルギーですよね。で、逆に不安ってどまってしまいますよね。バンジージャンプを飛ぶとき、まあ、ワクワクする人もいるかもしれませんけれども、 まあ不安で学ぶになりますよね。なかなかその一歩が恐ろしい強烈なブレーキを振りますよね。それと同じです。自分の可能性に蓋をしていませんかこれは自分では気づけないんです。でも他者から見たらそれは見えていくし、僕は皆様の理想の未来を叶えるために伴奏する軍師です。僕は低学という学問を師匠から受け取らさせていただいて、そして今度は この素晴らしい学問を自分だけのものではなく皆様方に伝承したいんです。皆様が帝王として家族や従業員や仲間たちにこのあり方、帝王としての魅力を、存在を、そしてやり方もいいですね。ぜひぜひ広めていただき、世の中に広めていっていただいたときに、社会って大きく変わるんじゃないのかなって僕は信じています。 僕がやってるこのごとく帝王道場というのは、共に魂を磨き合う、切磋琢磨する状態。そして、自分が捉えている可能性のリミッター解除をして、そして前に進んでいき、実現、自己実現をしっかりしていき。そして、そんな背中を見せ合う。ね、お互いにそれぞれの専門分野で帝王になっていき。そして、その人たちが共に繋がり合った時に、社会にどんな影響が与えられるのかな、そんなことに、 ワクワクしてるんです。もし今この話に少しでも心が動いていただいたのであれば、ぜひ道場に参加してみませんか。切磋琢磨する存在としてこの場を作っていきます。貴重なお時間をいただきありがとうございます。まあまあ長く喋っていたことは承知しています。最後まで聞いてくださりまして、本当にありがとうございます。失礼いたします。